日本東京都千代田区神田須田町神田須田町は東京都千代田区の地名。現行行政地名は神田須田町1丁目及び神田須田町2丁目。郵便番号は101-0041。住居表示に関する法律に基づく住居表示は未実施である。千代田区北東部に位置し、神田地域に属する。町域北部は神田側に接しこれを境に、外神田、 神田佐久間町にそれぞれ接する。東部は神田岩本町に接する。南部は神田丹谷町、加治町に接する。西部は神田淡路町、神田商船町、神田田町にそれぞれ接する。神田駅と秋葉原駅の中間地点にあたる商業地の一角でオフィスビル、商店やマンションが多く見られる。江戸時代より前に須田村と呼ばれていた神田川周辺の村落に由来。 明暦三年の新添江江戸の図には、スタ町と記されている。江戸時代には、道が八方から集まることから、八つ工事と呼ばれ、神田川や日本橋川などの運河に挟まれた、交通の要所であった。明治時代以降は、現在の地下鉄大手町駅に匹敵するとでの一大ターミナルとして発展した。日本橋から、上野や本郷へ、神田から上野へ向かう、交通の要衝にあたり、 1873年10月に、元筋海見つけ脇の神田川に架けられた石像の万世橋に近い十字路として、市内電車は、品川、上野線、三田線、新宿線、深川線、青山線、江戸川線の各線が交差する乗り換え場所となっていた。1903年3月に現在地に架けられていた新しい万世橋の完成に伴って、 旧万世郷が取り壊された後、赤レンガ造りの万世郷駅が、須田町交差点に面して建てられ、1912年4月に中央線の起点として開通している。第二次世界大戦直後には、在日米軍から流れた真空管をはじめとする、電気部品を販売する、露天商が軒を連ねており、現在の秋葉原のルーツである、現存のラジオガーデンもこの時代の名残である。 なお、神田須田町二丁目は一丁目同様に、神田明神の氏子であるが、それに加え柳森神社と下谷神社の氏子でもある。神田明神と柳森神社の本祭りは、西暦期数年の5月の同州に行われ、神田須田町二丁目町会の御子は、神田明神と柳森神社の両者まで町会信用を投与する。一方で、西暦偶数年の同州には、 下谷神社の本祭りがある。東庁会は、台東区にある、下谷神社の宇治湖町会の中で、唯一の千代田区の町会であり、台東区の他の町会とも隣接しない飛び地である。かつては、下谷神社に、東庁会の町会神よは、都業をしなかったが、平成26年の大祭より、本祭りの年に限り、東上の周辺より、下谷神社に都業するようになった。 ただし飛び地のため本社新居は、カンダス町二丁目を渡与することはない。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では、学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。町域内のほか、下記の通り隣接する町に、 複数路線の駅が存在する。ありがとうございます。